あれ爆発の違いで抑えるのは一回前だっておばばが言ってた。お前ら親子大嫌いだ。はいはい、回復回復。誰も頼ってくれないので、いや、もう一応ラスボスラスボスを倒しちゃったんだけど。どうしてくれんの、このリヒド。なこと言われましても。あ、じゃあ写真撮ってもらいましょう、写真。あら、本当にいいタイムで朝日覗いてるわね。まあ、この際出番があんなもん何もいいよ。私も映らなきゃダメか。写真撮られると魂が吸い取られるって信じてるとか。バカにすんな、もういい、撮るのはさっさと撮ってくれ。はい、じゃあこんなとこもあるかと持ってきておいたカメラで撮るよ、みんなポーズ撮って。はい、ポーズ。重いわ。投げ捨てることないじゃないの。え、終わった。なんか唐突に終わった。うっそ。マジで終わったのこれ。いいや。ちょっとスタッフロール終わるか、いつもの終わるのかな。とりあえず後語りしたいんだけど、時間の都合もあるんで、まあいいや、とりあえず今から語っていきますか。ですね、まあ、このゲーム知ったきっかけは、はっきり言ってめっちゃ適当です。もう、適当に探してたら適当に見つかったんで、適当にプレイしただけなんですけれども、ただ個人的にびっくりしてるのは、このシリーズ、相当好評でして、自分のシリーズの中では。はっきり言って、まあ、ブログにもネタ書いたぐらいなんですけれども、再生回数がめっちゃ多いんですよ。で、自分の全動画の約4割がこのシリーズを占めます、今。まあ、そうなんですよ。なかなか、楽しかったっちゃ楽しい。だかな、まあギャグゲーということでそれなりに楽しみましたし、まあある程度知ってるネタとかも含んでたりとかはしたんで、なんでまあ楽しかったですね。てか何この感想、どうでもいいんだけど。で、感想どうでもいいっていうか、感想が適当すぎる。あ、終わった。終わったよ。デベルスター今更デベルスターとかどうでもいいんだけど。あのダルモンがイヤになるような戦いからしばらく経ち、ようやく推しの静寂を取り戻しました。なんだか未解決の問題にたくさん残っている気がしますが、まあそれはきっと時間が解決してくれることでしょう。うん、
というわけで、僕はこれからフリーちゃんと勉強するので、邪魔するのはやめてほしいんですが、うん、やるようになったね。完全計画が消していたのに。それは毎日毎日同じ時間にこうやって教習されてればわかるようになります。だって、そういえばいつもライダーさんが来ている頃にフレームにしぶしぶながら勉強やってくるんですが、あ、そうだった、フレイちゃんなら来ないよ。なんですと、まさかまた誘拐？違う違う、まあちょっとこれ見てよ。手紙、まさか身代金の請求？違うってば、とにかく読んでみて。そんなそうですね、何々？ん？草木も香る季節になり、私の恋もまた燃え育まれていきます。お慕い申し上げております、X 殿。にゃんにゃん見上げるなんて。世の男性諸君からグーで殴られそうな気もしますが、さすがにそろそろ殴れたぐらいじゃ動揺しません。毎日はいささかやりすぎたか。じゃあまあ、こっちが本当の手紙です。魔王様からフレイちゃん宛てだけど、まあ、エッちゃんにも読む権利なんでさ。何々、前略？前略バカ A、レシアより、あれからいろいろと考えてみたら、どうしても前らに私が一度負けたのが納得できないです。そこで貴様らに改めて勝負を挑みたい。エアーズロックに似てます。待つ、そうそう。あの人も大概ですね。負けず嫌いというか、なんというか。で、それをフレイちゃんに見せたら、これ幸いとばかりに、犬の土地を飛び出しちゃったみたいで。ほう。誘拐だー！何？フレイはなぜこんな優しい僕のようにレシーとかいううさんくさいのを慕っている節があります。お前が言うなと言われてるので、多分、覚悟で言うけど、多分それ構いすぎるからだと思うな。自覚あってやってるんですか。なんか勉強嫌いなフレイのことを下手したらまたレッシーさんにくっついてどっか旅に出たりしちゃいそうです。食い止めないと。それで誘拐か。まあ、理想ではね、確かに。よし、それじゃあ行こう。エッちゃん、フレイちゃんを足止めに。あ、でも僕そのエアーズなんちゃんの場所を知らないんで案内してもらえますか。なお、好都合。なんでもないです。なんでもないありよ。さあ、外決まりをさっさと行こう。なんで口調がエセ中国人なんですか。もしもフレイちゃんがそんな風に魔王様と一緒にどっか行っちゃったら、それを追いかける旅がエッちゃんと一緒にできるじゃないか。なんて素敵。よし、やるぞ、フレイちゃんも頑張れ。何を？そう、ん？そんなわけで、プリンセスの帰還は、まだまだ遠い先のことになりそうです。あ、これで終わり？本当に。